皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学校の計算問題、今回は一次式の加法と減法について説明します。一次式の加減では、文字の部分が同じ項は係数同士、係数というのは文字の前についている数字のことですね。この係数同士を計算して一つの項にまとめます。括弧1番 2a+4a a と文字の部分同じですよね。この場合は係数の 2+4、 これを計算して後ろに a をつけるので 6a、 これが答えになります。小数でも同じです。括弧2番 0.9x-0.7x、 x が同じですよね。これも同じように 0.9-0.7 と係数の計算をして後ろに x をつけます。答えは 0.2x になりますね。括弧3番 -8b+2b、 もう係数の計算簡単ですからね、暗算でやっちゃってください。 -8+2 で -6、 その後ろに共通している文字の b をつけて -6b、これが答えです。では文字の入っている項と数字が入っている、こういう場合はどうするかというと、同じ文字の項同士、数の項同士をまとめて答えを出します。括弧4番 5x+9-2x+7、計算は分かりやすいように順番を変えます。 5x-2x+9+7 になります。文字 x が共通なので、同じなので係数の計算をします。 5-2 ですから 3x、 数字の部分は 9+7 でプラスの 16、 3x+16 というのが答えです。括弧5番 3a-3-6a+5、 順番並び替えます。 3a-6a-3+5 です。 a の部分が同じですから、係数の 3-6 を計算すると -3 なので、 -3a で -3+5 でプラスの2と、-3a+2 というのが、この5番の答えになるわけです。括弧のある一次式の加法、足し算ですね。これは足す式の、足す式というのは後ろの括弧の式です。この括弧の中の符号を変えないで括弧を外します。後ろの式見ると、1番 5x+9 が括弧、足す括弧 x-6、 この後ろの括弧の x のところは、実は x は正の項なのでプラスがついています。ですからこれを外すと、前はそのまま 5x+9+x-6、 こうなります。順番変えます。イコール 5x+x+9-6 になりますね。 5x+x は x の前に1がついているので 5+1 で 6x9-6 で +3 と、 6x+3 が1番の答えですね。今も同じように考えてください。括弧 2a-8+7-5a、 7は正の項なので符号プラスがついているはずです。ですから 2a-8+7-5a、 順番を変えます。 2a-5a-8+7、 2a-5a、 2-5a だとマイナス3ですから、マイナス3a、 そしてマイナス8+7ですからマイナス1と、マイナス3a-1が2番の答えというわけです。次は括弧なる一次式の減法、引き算ですね。この引き算は、一次式の減法は引く式の項、後ろの括弧ですね。この符号を変えて加法、足し算に直して計算します。括弧1番 5x-4 括弧閉じ引く括弧 2x-9、 こうなっています。
この引き算を足し算に直します。前の部分はそのままで 5x-4、 ここを足すに直すと後ろの括弧の中の符号が 2x が -2x マイナスというのはプラス9に変わります。これで括弧を外すと 5x-4-2x+9 になりますね。並び替えをします。 5x-2x-4+9、 前の部分は 5-2 で 3x マイナス 4+9 でプラスの5と、 3x+5というのが括弧1番の答えです。括弧2番 a+7 括弧閉じ引く、括弧 3a+5 となっています。もうここで足し算に変えちゃいましょう。ここを足すに変えると 3a はマイナス 3a、 プラス5はマイナス5になりますから a+7-3a-5 ですね。並び替えをします。 a-3a+7-5 です。 a-3a、 a の前には1がありますから1-3をやるとマイナス 2a で 7-5 ですからプラスの2と、マイナス 2a プラスの2と、これが答えですね。今回は一次式の加法と減法、足し算と引き算について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。